嘘のような本当の和時刻は9時半を回りました。皆様おはようございます。嘘のような本当の和6月9日でございます。えー、そういえばあんまり僕自分の自己紹介してないですがちょっと土井さんに代わってですね、MC を務めます FM ギナーの山内です。皆様よろしくお願いします。さあ、えー、そして当然今週もこの方いらしております。それではどうぞ。 また来てしまったんですね。<laughs> すみません。東京から来ました。W. O. E. S. の北条です。はい。よろしくお願いします。ますもうレギュラーですもんね。い<や>はい。よろしくお願いします。はい、あますさあ、えー、実は先週が歌手のムーミンさん出ていただいて、今回、えっ、ー、と、収録した分もかなり濃い。あの、メンバーというか、濃いお話というか、いろいろ聞けましたが。 えー、今日もですね素敵なゲストさん来てくれておりますのでいろいろとまた、えー、お話を伺っていきたいと思いますさあ嘘、えー、のような本当のは皆様の、えー、お便りあるいはですね、えー、ご要望お問い合わせなどなど募集しております皆様お気軽にぜひ、えー、お問い合わせくださいメール電話で受け付けております、えー、電話番号が0989430094 零九八九四三零零九四メールアドレスが七七九 797-fmguinodot.com ですえーぜひ何でもいいのでえっ、ー、とですね、えー、お寄せいただければと思いますもちろん北条さんにも、えー、おつなぎしますのでよろしくお願いしますさあ、えー、本日のゲストまあこの方も結構なあの頻度で出ていただいておりますそれでは自己紹介お願いします はいこんにちはよろしくお願いしますえー、株式会社ジーバの新森近氏と言いますよろしくお願いしますはい新森さんよろしくお願いしますえ補、ー、助さん新森さんといえばあ、うん、アリンガモリンガそうアリンガモリンガはいはいありがとうございますもうねこの前ね姫の私のあの ラジオにもね出ていただいた方々にアリンガモリンが持って帰ってもらったんですよ。えひみ。おしたらもう地元の人たちがこんなおいしいモリンガってどこで買ったら買えるのっていう。ああありがたいです。すごい問い合わせいただいてまして。はいはい、いやすごいもの作っちゃいましたね。いやそうですね。<laughs> 最初昔始めた頃はちょっとおいしくなかった モリンガっていうとおいしくないっていうイメージがあって、はい、僕も飲んだ時は、はい、うわっと思ったんですけど、うん、そっから自分たちで実際工場を持って作るといや意外とおいしくなるじゃないかと、うんはい、思いましてそしたらちょっと変わってですね乾燥の方法とかちょっと手を加えるとおいしくなるんですよ。うん あの新森さんといえばね、はい、実はあの料理人でもあるんですよああそうなんですね実はええ、はい、だから自分でも改良しやすい,いうそうですね僕ねだからね彼のことを神の舌を持つ男とい、えー、うかっこいいですね,ね一度食べたあのお料理は再現できるっていうすごいおいいです <laughs> あの再現できるまで作るるという <laughs> 再現できるまで諦めない諦めないという素晴らしいでもそれがまた神の下ですもんねそういうことですよね,です,ねすごいだからそんなこともあるので、うんはい、彼がそのこの開発に関わったことでモ、はい、リンガーがおいしくなったと言っても過言ではないと思うんですよね本当にいろいろ試行錯誤して、はい、あの乾燥温度とかもいろいろですね<ー>、はい、調べたりとかはい すすると変わったんですよね僕あの実はモリンガの、えー、なんだったかな粉末みたいなやつを、まあ、あのアリンガじゃなくい,いやつを飲んだんですけどやっぱおいしくなくて、うん、えっと体にいいことは分かっててもやっぱちょっと続けられなかったんですよ。そうですよね、うん、なんかねあの昔はね「療薬は口に逃がし」て言いましたけど、うん、どうせだったらおいしい方がいいですよね。そうですよねはい、はい おいしくなくてもいいからせめておいしくないくないみたいな変な,変な苦味とかね <laughs> はない方がいいですよね、はい、でもあのとんでもないものを作ったとさっき北条さんおっしゃいましたけど北条さんもそうですからね,ねあの今あの私もねよく言ってますけどあの水素が体中の血管を開いてくれるからいい栄養素を入れれば末梢まで届くっていつも言ってるんですよ、うんはい、だまさにね モリンガみたいにものすごいあれ何種類でしたっけ100種類ぐらいあるんでしたっけいろんな栄養素栄養素そうですね入ってますね,ねはい特に有名なビタミンとヒスタミノ酸が豊富に入ってるので、はい、カリウムとかもいろいろ本当入ってます、ね、でスーパーフードっていう<の>、はい、カリウムで血圧をね下げようとするとあの例えばバナナトレとかよく言うんですけど、うん、そうですね、えー バナナ取りすぎると今度糖質が増えちゃうんですよ、はいうん、だから結局糖尿の人なんかは血圧を下げようと思ってもバナナ食べにくいんですよね、はい、それがねあんなプレーンな感じで取りやすいっていうのはすごく、ね、ビタミン K を取るにして、はい、カリウムを取るにしてもすごくいいですよねいいですねはいうんすごいですねそうやって、えっと、この、えっと、先週もそうでしたが この組み合わせ、この。はい。ドクタースイソとの、その健康食品というか、いわゆる、それの組み合わせが、やっぱりいいっていうのが。そうですね。はい、あの、喧嘩にならない、水素って、面白くて、喧嘩にならないんですよ。本当ですよね。はい、だいたい栄養素とかって、何か副産物がついてくるじゃないですか。すね、さっきおっしゃった、はい、バナナだと糖質とか、はい、そういったのが、ほぼないですょう、ね。そう、だから、あの、水素は、全く、そういった、副作用がなくて、うん、体にダメージを与えないで。 いいいことしかしかないガスってて言われてるんですね、うん、で血流が良くなっちゃえばもうそれに乗って吸収が良くなるから、うん、いい栄養素とかいいあの、ね、あの先日の話で言ったらゲットーなんて入ったものなんかはあのものすごくものがいいけれども、うん、それを効率よく体中に、うん、あの運んでいこうとしたら血流が大事っていうことになるんで。 だから全然この水素吸ってるからあのモリンガを飲まなくていいよっていう話じゃなくてあの水素を吸ってるからこそいい栄養素を体にたくさん入れてあげることで体が吸収できるとこうなっていくんですよね。はいはい、うんであのそのまあアリンガモリンガのお話をいろいろと聞きたいんですが、えー、とやっぱりこういろいろ人気になってきているとは思うんですがそのあたり、はい いかがですか、ご自身のこの手応え。そうですね、一度飲まれた方のリピートされてる方から、すごいいいご意見とか。聞いてあの血圧が、本当に下がったとかですね、はい、あの、えー。まあ、食物繊維が、たくさん入っているので、うん、えっと。便のお通じが良くなったとか。うんうん、はい、そういった方は、だいぶ、リピートされてますね。えっと、他にありますか、この、良くなった系。 なんていうんですかね。反響、反響、反響、ですか。反響はやっぱのはあの飲んでまあうちのスタッフもそうなんですけど飲んであの肌がアトピー体質だったかあのスタッフがいてその治ったんですよ。 で、そうです。<ー>それでちょっと治って、ちょっと調子に乗って怠けて、また飲まなかったみたいなんですけど、また出てきたって言って、また、またくださいって言ってんで<ー> <laughs>。えー、っとですね、うちの、まあ、水素をね、吸っていただくと、後で良くなったって方多いんですけど。多、はいですよね。多いですよね。で、なんでかっていう理由をあの、まあ、我々は分かってて逆に吸ってもらってるんですけれども、 糖の代謝が良くな水素<ー>の場合薄いはいで ATP 代謝っていうその細胞の中のミトコンドリアっていう場所があるんですがそこの中で糖の燃えるメカニズムってあってそれがうまく回ってない人がアトピーなんですよへ<ー>で アスリートはそれをうまく回すことによって今度は逆にパワーが引き出せてエネルギーが引き出せてで疲れも取っていくということが分かっていてなのでまあそういうことができればあのアスリートはすごくいい結果につながるんですけれどもまさにその今回のモリンガもあのよくね先日出ていただいた下地さんなんかもおっしゃってましたけど糖尿の方の血糖値が下がるというのを言い方をよくされるんです,ね,ですね。はい そう考えると、うん、まさに糖が燃えているっていうことが起こってるんじゃないかなっていうちょっと推測というか期待というか、うんはい、ああモリンガ自体も飲んでだから今その志森さんがおっしゃったような、はい、アトピーの傾向がちょっと抑えられてるだから糖が燃えやすい環境を 体の中で引き起こしている可能性がちょっとあるんで、ね、な,るほどなんか実験してみたいですね、はい、いろんな意味でねもしそうだとしたらすごいことですようで,す、ねうん、で今あのまあ引く手余ったというかいろいろとその何ていうのかな僕も前志森さん出た時に放送機行ってて一体じゃあどこで買えるのってめっちゃ思ってたんですけど、はいはい、どこで買えるんですかえっとです、ね、今ネットののでもあの ア、えー、リンガモリンガで検索していただくとホームページがありますので、はいはい、そちらの方からですねあの購入ページ入っていただいて、はいえー、注文かですね、うんはい、あとは、えー、ギノワ湾の,方の、えーはい、あのジーバーが事務所あるのでそちらのちょっとあの琉球ヒートっていう焼肉屋さんあるんですけどそちらの店頭のほうでもネットかこの琉球ヒートさんで、えー、販売しているということですね。はい ネットはそのまま「アリンガモリンガ」って検索してだきたいホームページがありますのでそちらからリューヒートお肉おいしいですよねありがとうございますいやもうねサムギョプサルとか最高ですよマジですかこのギノワンここからすぐですからねですよね僕だからいこういこうしてなかなかいけてないので次は絶対行きたいと思いますぜひ行きましょうめちゃくちゃおいしいですぜひ私も大好きその時にじゃあアリンガモリンガも一緒にはいありますはい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  モリンガは出してるんですよ二日用いにモリンガはいいんですよ二日用いにもいいっていう話なのではいえ飲めるからモリンガを飲むのか飲んだからモリンガを飲むのかまさに酒飲みのお話でございますはいえと CM の後ですねまだまだ聞いていきますよろしくお願いしますお願いします 頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に WOOEAST 株式会社電話番号さあ嘘のような「本当のは」は今日もですね、えー、東京から北条さんそして今日ゲストは、えー、アリンガ・モリンガ。 の、えー、新森さん来ていただいております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい。えー、さあアリングモリンガすごくねえっ、ー、と今人気沸騰中はい、えー、美味しいんですよね。美味、うん、しい本当にねなんていうかなあれ別に糖質入れてるわけじゃないですよね、はい、甘みがありますよね、えー、飲んでて、うん、甘いんですよ飲み口がすごくいいんですよね。はい だからあの、まあ、一方をペットボトル500ミリリットルに入れてガシャガシャガシャって振るとそれをこう飲むわけですけど、はい、飲みやすいんですよだからね私も一日一方ぐらい今飲んだりしてます、はい、ええー、すごい、はい、そんなね、えー、まあいろいろまたあの肌であるとかあるいはその腸とかにもいいという話ですがえー、と実はいろいろと栽培は 沖縄ではやってないっててなないいう感じなんでですかそうです沖縄では弓田の畑の方でスタートしたんですが、えー、今作ってるモリンガ,使ってモリンガは、えー、とフィリピンセブ島産の、えー、自生しているモリンガを<ー>あの、はい、使用してます生モリンガです生モリンガですどんなところに生えてんですかモリンガってえっとモリンガはですね正直フィリピンどこでも育つんですよね<ー>、はい、環境とか天気のはい。 がもうちょうどよくてマッチしてるんですよね湿度とか温度とかはい<ー>沖縄も結構あったかくて湿度バリバリですけどえまだちょっと温度が低い沖縄はそうですね、まあ、な夏はいいんですけど、はい、大体10月11月ぐらいからもうちょっと元気なくなってくると冬眠に入っちゃうみたいですね、はい、フィリピンの方がいいんですねフィリピンの方がもうずっと取れますただ今の時期はちょっと推しが 4月とかはちょっとはいえあの暑,てえ暑いえん何,何度を超えるとよくないんですかえっとですね今フィリピンが大体今もう20度後半30度近くらなんですけどそこはちょっと今育ちが悪いって聞いてますね、うん、はいえそれ以上に分からない分かります暑すぎたらダメなんですか暑すぎたらですね逆に水がそうですね不足したりとか、うん、えっとちょっとあの葉っぱが黄色くなったりするみたいですねへ、えーはい 年中じゃ年中通して暑い方がいいってことなんですかそうですそうです暑いでも25度を超えない方がいいですか超えた方がいいです超えた方がいいです28度超えない方がいい28度は超えない方がいいと思います難しい難しい難しい25度はいそうですねどうい本当はいいんでしょうねでも今取れてるのはフィリピンなのでやっぱり圧倒的にフィリピンじゃあやっぱ意外とデリケートな 植物なんですねそれもどこでも育つ感じなんですけど、うん、今実際栽培してみて、はいえー、沖縄の方ではちょっと、うん、安定してない時期もあるのでなるほどえっ、ー、と下森さんはそのモリンガにこの目をつけたというかなんかきっかけとかあったんですか、はい、うちの、あのー、社長の下地がモリンガ んんでで、うん、血圧が下が下ったんですよ<え>お医者さんに「どうしたんだ?」と「モーリンガを飲んでます」っていうことで <laughs>、はい、そこからですね、はい、やっぱすごいんだ、まあ、もう分かっていたんですけどうん、うん、やっぱすごいんだなってことで、うん、もう一度、はい、モーリンガの授業を始めたって感じですね、はい、そこで僕も飲み始めた時は最初おいしくなかったんですよねはいはいはい、はい、そこからちょっといろいろ手を加えて、うんはい、研究していくと すごい美味しくて栄養価高いモリングができたんですあは、じゃあ栄養価もやっぱりそのちゃんとこうできたっていう感じですかはいあの葉,っぱ葉っぱに栄養があのたくさん含まれてまして、うんえー、エビデンスも栄養素を葉っぱと茎の部分 2>,、はい、2つ取ったんですよ、うん、全然違うんですよ なので葉っぱだけを使うようにしてするとやっぱ味も飲みやすいですし栄養価も高いいいモリンができてますそしてまあんか特殊なことをグニグニってやると甘いのがあの甘みが出るわけですねこれはね企業秘密だからあんまりね言っちゃうと僕もね水素の説明会やるでしょうそうねこういうメカニズムで水素が発生するんですって まあ、キーワードで使った言葉はすすぐパク,パクられますよ、えー、<laughs> もうねあの下から、えー、例えば酸素と水素を分離した不純物と酸素が排出されるんですって言ったら、えー、ここの切り込みから出てるんですよって言ったら、はい、もうあ半年もしない間に切り込みがついた。うんうん 下にねのが出ててきで「んだこれうちの真似してんじゃねえか」って言って濃度測ってみるとほぼゼロなんですだから形だけ真似して私が喋ってるのをすぐバクるんでそんなことがよくあるんでこうやってねラジオでお話ししちゃうと特殊な製法でされてるわけだからそれ言っちゃうとすぐ真似してね同じことするような。 人間が出てくるんだからレゲエのねムー,、うん、ムーミさん言ってましたけどねはい、はい、本物か偽物かパチモンかってうね本当にね形だけ真似したパチモンって結構出回るんで、うん、どうしても人気が出てきたらしょうがないんですけど、うん、ねあのいろんな EC サイトでもねルイ・ヴィトンの偽物売られてるわけですよ <laughs> どこって言っちゃうとあの怒られちゃうか言わないですけど、はい、そういうこともあるので、うんまあ、せっかくね

そういったもでできるんすけどモリンガ100%って歌えますもんねそれであそっか茎でもモリンガだからそうそう水素もそうなんですようち以外の会社でよくズルする会社っていうのは純度99.9%ってカタログに書いてるんですよこれね純度だから酸素と水素に分けた瞬間の濃度のこと言ってるんですよあなるほど皆さんその99.9%の水素が吸えるならそれがいいじゃないかって 買っちゃうんですけど、はい、純度では意味がないんですね鼻で吸うところの濃度を第三者機関で測定して何パーセント出てますってやらないと意味がないのに 99.9って書いてあるからみんなすごいと思って買っちゃうんですよね、うん、騙されちゃうんですよね、うん、そういうところにそうですよねそこはね私ももうずっと言い続けてるんですけど、うん、それでもやっぱりね「99.9だから買っちゃったんです」っつって「<laughs> で社長ほんとかどうか濃度測ってください」って測るでしょゼロなんですよへ、ねうんえー、気をつけてほしいですね、うん、酸素と水素分けた後に再結合しちゃってるから確かに純度を謳っている発生した瞬間はその通りの濃度なんだけれども、うん 鼻に届くところでは、もうお得に水に変わっちゃってるっていうものが。もう本当に意味がないって感じじゃないですか、ね。意味がないです。よ嘘はついてないけど、本当ではない、真実ではないっていう機会があまりにも水素業界が多いんですよ。えー、だから本当にね、もうこの世界、詐欺師の世界かなと思ったぐらい。うん、あの、なんていうかな、その再結合については、みんな触れないで逃げて。うん、発生した瞬間の濃度ばかりを語って。うん 鼻に入る一番大事な濃度を誰も語らないだからもう私も説明会で濃度鼻で吸うところの濃度を測ってみせたりとかねそういう実験をやるわけですだからやっぱこの「ドクター水素ボトル」のすごいとこというのはやっぱりこういう体験されてる方がいてちゃんとで出てきてしゃべるそうですよね、はい、普通のい、ね、いいろんんな、まあ、何でもいいんでもすけど 「これが健康にいいです」とかやってるところを「うん、ガンガン治りました」っていう人は出てくるんですけど <laughs> 半年後に同じ説明会行っても同じ人が治りましたって言ってて言んですよ結局めったにそんな体験出る人なんかいないんですね。うん、本当かどうかは知りませんだけどもそういうことが多いのにあのうちの水素ってこんなね毎週毎週ラジオに出てくださってね。で先日なんかねあのここの椅子に座るまで。 あのその有名人だって知らないで私もねここに来ちゃってね <laughs> <laughs> 大変失礼してしまったんですけれどもそうそうそう<ー>やっぱりああいう有名人がこう言うとなかなかの接点くれでねまたえっと来月になるのかなは、うん、え一応ですね有名人のそのちょっとよ前予告をしておくとブルーコメッツっていうあのね有名な。 ライブあのバンドがあってその有名なあの三原綱木さんっていう方が出てくださるんですね、うん、それと一緒に奥様である K 杏奈さんまで出ていただけるということでもうお会いするのめっちゃ楽しみなんですそうですねほん<れ>にどんなお話聞けるのかということで、ねはいえー、じゃあ一旦 CM いきたいと思いますす、はいはい、頑張るるあなたを応援するドクター水素ボトル体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。 WOO East 株式会社電話番号0335272211はいそのような本当の話でございます本日はえゲストにアリンガモリンガの、えー、新森さん来てくれてますさあえっ、ー、とちょっとねもうお時間もなくなってきたんですが最後に リスナーさんとかにですねもう一度 PR お願いしますはいえー、アリンガモリンガですねあの葉っぱだけを使ったあの本当においしい体にいいモリンガの製品ですねそれをパウダーで全員、えー、出してます、えー、商品のあのアリンガモリンガのホームページがありますのでアリンガモリンガで検索していただくとあのホームページの出ますのでそちらの方からあの製品は購入できますあと沖縄の方はでしたらあのうちのですねあの琉球ヒート お店の方で店頭で購入できますのでぜひまあお電話か、えー、ご来店していただくとあの購入可能ですのでよろしくお願いしますはい、はい、え北、ー、さんやっぱりねドクター水素ボトルとも、うん、ドクター水素ともすごい相性がいいすはいすごくいいですねありがとうございます私もねあの琉球ヒートさん行ってアリンガモリンガハイを飲ませていただくんで <laughs> <laughs> お味しいですだから試しに飲んでみたいっていう人は琉球ヒートでご飯食べればいいんですそうですねそうしたら出てくるから試しに飲んでこれ美味しいわって確認してもらってから買ってもらってお土産に何ならお中元も聖母に何でも OK だと思いますそうですねい。あいいですね贈り物にもいいですね贈り物にもいいと思います体にいいからはい ぜひですねこのお話気になった方 FM 技能案までお問い合わせくださいそしたら、えー、と琉球ヒットさん新森さんにつなげたりあるいはあの北条さんにつなげたりしますのでよろしくお願いしますメールそして電話で受け付けております電話番号が0 9 8 9 4 3 0 0 9 4 9 4 8 えー、9430094そしてメールアドレスが797アットマーク FM ぎのアンドットコムですはい、えー、今日も本当に楽しいお話そして健康になりそうなお話はいありがとうございますお二人ありがとうございましたそしてまた来週あの北條さんはいよろしくお願いしますよろしくお願いしますまたちゃいますはいえそれでは皆さんまた来週さよならありがとうございました